旧国軍別国高の変遷とは、地祖改正による国高制の廃止までの、安土桃山時代、江戸時代、明治時代初期の旧区に別、及び、軍別の国高と尊数の変遷をまとめたものである。江戸時代、幕府は、全国の諸公に対して4度、国庁と国伊図の提出を命じたと言われている。このうち、慶長9年に提出が命じられた、国庁、 慶長国絵図は西日本を中心に写本が残っているが、東日本の諸国については、慶長豪長校と推測される国高の記録や、個別の県知の記録以外は残っておらず、全国的な軍港をまとめるのは不可能である。一方、商法、原読、天法の3度にわたって作成された豪長、国絵図は比較的写本や原本が残っており、 軍港をまとめることが可能である。以下に、大公検知、慶長豪朝、官営十年順天四国絵図、商法豪朝、元禄豪朝、天保豪朝、地祖改正直前の明治5年の旧国別国高、及び慶長、商法、元禄、天保、明治の旧国軍別国高とそれぞれの軍、別尊数をまとめる。未知の国、出国については、両分別と、 明治以降に新設された旧国別の国高集計も記載する。伊豆国、武蔵国、越後国、佐抜国、琉球国などについても時期によって国絵図や合長の集計が分割で行われているケースがあるため必要に応じて承計を示す。一部地域では明治に至るまで神高制が敷かれていたが本表では 欧州仙台領の商法合町の神高に、限り国高に換算し、関東、東海地方の長高、金高、神高は国高に換算しなかった。なお一国イコール十とイコール百姓イコール千五イコール一万尺イコール十万歳イコール百万毛であり、石よりも下の桁は石を単位とする小数で示す。太閤検知は、天正十年に始まり、慶長三年まで、 再建地を含めて全国で実施された。文禄2年の年次の入っている、第日本66国並みに問えず、文禄3年の国高を記載している、東大期、慶長3年旧暦8月の年月の入っている、日本風税など、国高を記載する複数の資料が知られているが、その数字にほとんど差異はなく、ほぼ同一の資料からの引用と思われる。本表の対抗検知は、 以下の文献による。なお、出羽国の国高は明らかに異常であるが、老いたま軍などの上杉影勝の出羽国内領分が、道の区国の国高に加算されている、可能性が指摘されている。慶長9年、江戸幕府は、諸国の有力大名に校長と、国ーズの提出を命じ、慶長15年までに上納が完了した。しかしながら、慶長校長、 慶長国絵図の商本は現存せず、校長の写本は数国部が残るのみで、国絵図の模写も最国に限られている。校長、国絵図の提出が命じられたのは西日本のみでは、ないかとする説もあり、慶長校長、国絵図政策の全容は不明な点が多い。校長には、田畑内訳を含めた村高と物なりが列記され、領地関係や必要に応じて、 小物なり高、自社料高、か、荒れ地、損害等の付記が行われているが、新田港の記載はなく、市役や格式等を決める表高と内高の会議が始まっている。本表の九国別の景庁号調校には、島原松平文庫、五島傑作記一収録、日本国地業高行企画記載の江戸時代初期港を採用し、国江図等でより正確な波数が分かったとしても、その差は、 客中で示すすこととする日本国地行高湯企画の国高及び現存する各国絵月祭の軍港は以下の文献による日本国地行高湯企画には出は国高についてうち10万国上杉壇上分入りとの注釈があり上杉影勝が慶長14年に10万国の軍役を免除されたことと関係すると思われるまた日本国地行高湯規格では 下宇佐国の国高が不明であるが、総国高2217万1689国6と7章4号から、旧国別国高を減じることで25万131国と求まり、この値を下宇佐国の慶長合調国高として採用した。これは、官営準建志国江津記載の下宇佐国国高25万140国余りと、ほぼ一致する。 なお軍港や損数が判明している、旧国はわずかであり、慶長校長、慶長国営図による損数は、本票ではまとめない。商法以降の軍港は、数字が不明な場合は、NA と表内に示すが、慶長校長軍港に関しては、軍の変遷が不明確な点が多いため、旧国、給料分内の軍港が全て不明な場合は、空欄とする。なお実際に、慶長校長、 慶長国営図等の写本により、軍港が判明する地域は以下のみである。官営10年に幕府から諸国へ巡権士が派遣された際、諸国の有力大名より、国営図が徴収された。国営図の徴収は、前年の官営9年に突然命じられたものであった。ため、大部分の諸藩は慶長国営図の写しを提出したとみられ、国高が実際に増えた国は、三河国。 道の区国、越後国、津島国に限られる。関英十年準拳四国絵図の称本は、現存しないが、国絵図の模写は、岡山大学附属図書館の池岳文庫に、尾張国、張馬国の二国文を除いて、ほぼ完全に伝わっており、本表に、関英十年準拳四国絵図記載の国高をまとめる。昭法元年、江戸幕府は、諸国の有力大名に校長と、 クニーズの提出を命じ、慶案4年頃までには、上納が、ほぼ完了したとみられる。商法号調の商法は現存しないが、号調の写本は、副本等を含めて33国36点が、残存している。商法号調には、田畑内訳を含めた村高が列記され、領地関係や、必要に応じて、小物なり高、自社料高、荒れ地、 損害等の復帰が行われている。また表高に相当する、ホンダ港の外に、新田港の兵器もあるが、商法号調の国高、軍港はあくまでも表高を原則とする。また商法国営図の模写も22国2点が、残存しており、軍別損数、軍別、両分別国高等が記載されているが、新田港は原則として記載されていない。本表の商法号調。 商法国へず国高と損数は以下の文献によるが特に断りのない限り泉政治がまとめた国高、損数を採用した商法法上記載の本高に新田を加算することで内高を算出することは可能であるが本表ではあくまでも表高の集計値を商法法兆高として扱う損数は原則として国高が設定された本村の数に限られ 無鷹の枝村や町は勘定の対象外である。また、小法豪町国江図が残存していない、旧国については、前後に作成された、豪村庁などから推計された、国高、村数を掲載しており、今後の研究により、数字が変わる、可能性もある。元六十年、江戸幕府は、諸国の有力大名に校長と、国江図の提出を命じ、 元禄15年頃までには、上納がほぼ完了したとみられる。元禄号調では、記述が簡素化され、国軍村別の国高のみが記載された。元禄号調、元禄国営図ともに、小本は現存しないが、写本、副本は多数残存している。小本号調と同様に国高は表高を原則とし、損数は原則として、 国高が設定された本村の数に限られ、無高の枝村や町は勘定の対象外である。元禄号朝国高、尊数は以下の論文による。天保号朝天保国営図天保2年、江戸幕府は諸国の有力大名に、号朝の提出を命じ、天保5年までに上納が完了した。続いて、天保6年、国営図の改定を命じ、 天保9年までに上納が完了した。天保号帳天保国絵図の抄本はすべて、明治政府に引き継がれ、国立公文書館に保存されている。天保号帳を作成するにあたり、幕府は表高に、小ミ高、日田高、改め高を加えて集計した内高の報告を要求しており、天保号帳記載の数字はすべて内高である。ただし諸藩は、 内高報告には極めて慎重であり、例えば、長州藩では市藩を含めて、傍聴両国の総内高を九十七万九百四十一国八と一生五号五尺一歳と把握していたが、幕府には完成四年の内健康を八十九万四千二百八十二国一等を報告した。また、薩摩藩は表高をもって内高であるという建前を貫いているなど、天保傍聴には、 各班が把握していた内見校とは異なる内高がかなり掲載されている。また、天保合調記載の損数は原則として国高が設定された本村の数に限られ、無高の枝村や町は勘定の対象外である。これに対して、天保国絵図には国高が設定された本村と無高の枝村の合計の損数が記載されている。本表ではそれぞれ天保号庁損数、 天保国営図損数としてまとめる。双方ともに、町数は原則として含まれていない。なお、天保校長、天保国営図は、国立公文書館デジタルアーカイブで、オンラインによる閲覧が可能である。明治2年旧暦6月12日から6月13日、民部省は、不判件に対し、合村校長と、過去5年間より、明治元年まで、 の税収の報告提出の通達を出した。これに対して、不判件は、早いところでは、明治2年中に、遅いところでも、明治3年には報告書を提出した。不判権産地成果の全国の国高をまとめた資料としては、以下のものが存在する。不判権校長は、廃判地県前の明治3年末頃の不判権。 旧国軍別国高が記載されており、おそらく明治3年頃の各府判権の報告書をもとに数字をまとめたものと推測されるが、自社領を中心に報告の不備が多く、国軍別国高の足りない情報は、天保号調国高で補うなど、明治3年の国高として使うのには問題が多い。一方、旧高級料取調べ庁は村単位で、 国高や給料種などが記載されており、原本は内務省地理局地史家に存在していたものの、関東大震災で失われたが、足田本及び足田本を元に作成されたお松、道元などの写本が残っている。旧高給料取調べ帳の編纂過程については、全体の詳しい記録が残っていないが、青森県、岐阜県では明治9年、宮城県、 山形県では明治10年、三重県、鹿児島県では明治14年に内務省に進達しており、明治初期に未完に終わった感染地市である広告地市、大日本国市の変遷事業の一環として、各府県で明治10年前後に編纂されたものと考えられる。休校の調査年度の記載に関しては、 統一がなく、大部分は明治元年の国高となっているが、廃藩置県前に、各府判権がまとめた、明治3年以前の国高、廃藩置県後に、政府の統一基準で、各府県が算出し直した、明治4年から、地租改正開始直前の明治6年までの国高など、複数の基準による国高統計が混ざり、千葉県の事例では、店舗包丁からの改定という体裁で、 江戸時代の高直しの情報までまとめられている。一方で、明治6年政変以降西南戦争まで半、独立状態となった鹿児島県軍については、明治12年調査となっている。また、加賀国、能登国、越中国、田島国、出雲国、岩見国、沖国の7カ国分、丹波国表情群、滝軍の2軍分、琉球国、江戸地などは、 急行給料取調べ帳の写本も現存しない。本表では、木村石杖皇帝、急行旧料取調べ帳を基礎資料として、国軍別国高と町村数をまとめるが、写本記載の国軍港の集計値と町村高の合計値が異なることが多々あり、その場合は概ね写本記載の国軍港を示す。国別、軍別国高が原本に未集計。 あるいは数字が明らかにおかしい場合、木村石杖皇帝の集計による国軍校を示す。木村石杖皇帝本に記載の内集計値や一部数字の組み替えを行った国軍校に関しては別途集計値を示す。また、旧皇宮両取調べ帳が現存していないかが、のと、越中、田島、出雲、岩見、沖、琉球と丹波国表情群、滝郡に関しては、 木村石津江工程本や、急行給料取調べ帳データベースなどに習い、店舗号調国高を示しており、本票における全国の集計値などを含め、あくまでも参考値である。急行給料取調べ帳は、国単位での欠落が多いので、急国別国高の表には、集計を示さない。なお、急行給料取調べ帳の各村に関する、 記述内容の詳細は、国立歴史民俗博物館、休校給料取り調べ調データベースで、オンラインによる閲覧が可能である。明治6年より、大倉省租税量が主導となって、地租改正が実施されるが、直前の明治5年末の全国の国高の状況が、各府県より、租税量に報告されている。国高は内高であり、明治政府はこれまで、各府班で、 算出方法が異なっていた国高を統一基準で算出しようとし、各府県に国高の修正を求める通達が残っている。明治初期の国高については、上で説明した急行給料取調べ庁のほかに、以下のような複数の統計資料が現存するが、急行給料取調べ庁を除き、これらに記載されている旧国別国高は、ほぼ同一である。日本地事定用。 地理局雑報の国高は前年の数、明治5年軍村地祖長によるとし、明治6年に租税量増本から書き写された軍村国高帳も、明治6年に各府県より上進された明治5年度の国高と考えられる。そこで本表では、軍村国高帳を基礎資料とし、明治5年国高として国別、軍別国高をまとめ、必要に応じて、 他の資料により数字を補った。なお、軍村国高町には、核軍の損数の記載があるが脱落が多い。そこで本表では、日本地指定用記載の明治6年1月1日町の、核軍の町数、損数を別途まとめた。なお、複数の町から構成される、死亡の場合は、町数から除かれており、町村数の統計も完璧ではない。 本表では、太閤建築国高、慶長豪朝国高、官営国江図国高、商法豪朝国高、元禄豪朝国高、天保豪朝国高、明治五年国高のほか、参考として、京方六年に徳川吉宗の命で各地より報告された田畑の高知面積をまとめた、長部下組み町記録の旧国別伝パタ長部と旧国別領民人口、 基礎改正後の明治15年6月農商無償調査の旧国別民有第一種田畑等を単別、明治14年内無償調査の旧国別総面積、明治6年1月1日調の旧国別本籍人口をまとめる。なお、教法6年の田畑の高地面積調査は、公認庁部を書き上げただけのもので、実際の高地面積を反映しているとは言い難い。同時に行われた、 人口調査は、受け方方向人並みまたものが、除外人口とされ、15歳以下の未成年人口の扱いも地域によって一定ではない。また、段数、単別に使われる面積の単位は1兆イコール10、段イコール100世、イコール3000歩イコール3万5イコール30万、三3 2平方メートル9917.355372平方メートルと重心数ではない。 換算が含まれており、超、負の二組の数字を掲載する。また一法ーリーイコール1555.2兆に、平方キロメートル15.423471平方キロメートルであり、メートル法での面積を合わせて示す。本表では、軽調合調国高、小方合調国高と、損数、原力合調国高と、損数、天方合調国高と、 尊数、急行給料取り調べ彫刻高と町尊数、明治五年国高と町尊数をまとめる。江戸地に関しては、元読、天保に、正木東高町、正木国江戸が作られているが、明治に至るまで無隆の扱いであった。本表では、元読、天保豪町記載の尊数と、大城間聖印地視可変、日本地視定様による、明治五年の物産校をまとめる。 ありがとうございます。